さまざまな病気から身を守り、健康的な生活を送るために必要な知識や治療法、予防方法を専門医から学ぶテレビ健康講座健やか見聞録。20回目は麻酔科の細田由紀子さんに全身麻酔についてお聞きしました。先生、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、麻酔とはどういうことを言うんでしょうか。皆さんがいろいろな病気や怪我を治すために受ける手術などでは、体にメスを入れるために痛みと大きなストレスがかかります。この痛みとストレスは全身に反応を起こし、その後の回復にも大きな影響を与えることがあるのです。そこで手術中だけではなく、手術前後を通じて患者さんの全身状態を良好に維持できるよう管理し、手術や検査の際の痛みを感じにくくさせ、体に加わるストレスから患者さんを守ることが必要になります。そのために行う医療行為を麻酔管理と言います。またその麻酔管理を専門で行う医師を私たち麻酔科医と言います。麻酔には種類があるんですか。はい、大きく言って2種類、全身麻酔と局所麻酔があります。全身麻酔は手術中完全に眠っている状態です。局所麻酔は局所のみに麻酔薬が効いた状態で目は覚めています。また全身麻酔のみ、局所麻酔のみのほか、両方を併用する場合もあります。一般に小手術短時間の場合は局所麻酔を選ぶことが多く、へそより上の腹部や胸部、脊椎、顔面、脳の手術では主に全身麻酔を用います。16歳以下の小児などのように目が覚めていては不安が強く安静にできない方の場合にも全身麻酔を行います。しかし短時間手術で理解の良いお子さんでは局所麻酔を選択する場合もあります。担当の麻酔科医は患者さんごとに最も安全と考えられる麻酔法を選択しますが、手術中でも全身状態の変化に合わせて麻酔法を変更することがあります。では今回のテーマである全身麻酔についてなんですが、実際にはどのようにして行われるんでしょうか。はい、まずは術前診察を行います。これは心電図検査などの各種検査の後に麻酔科医の診察を受けていただくものです。当院では診察室で行うことも多いのですが、動けない患者さんの場合にはベッドサイドで行うこともあります。この術前診察により手術前の患者さんのコンディションを整え、麻酔法や鎮痛法を選択する際に必要な情報を得ることができます。術前診察の内容を具体的にお話しします。まず問診を確認します。問診表を書いていただくなどしてスライドに示すようなことを伺っております。多数の項目がありますが、いずれも後でお話しする合併症や偶発症を防ぐ上でも重要なことばかりですので、しっかりとお伝えください。次に検査結果や身体所見を確認します。血液検査やレントゲン写真などの結果を確認するほか、聴診や打診、触診、口の開き具合や喉の奥の確認、脊椎や関節の診察を行うことがあります。その上で麻酔法の選択、説明を行います。今までに得られた患者さんの全身状態や病歴、検査結果などの情報と行われる手術内容に合わせて麻酔科医が適切な麻酔方法を決定し提示し、患者さんへまた家族の方に説明を行います。十分な説明により同意をいただいた後、当日の麻酔になります。手術までの間に食事や内服の調整、安静時間などについて主治医指示に加えて指示します。これらは安全な麻酔のために大変大切なことですので必ず守ってください。絶飲食ですが、胃の中に食べ物や水分が残っていると麻酔中に吐いてしまい、吐物が気管に入ることがあります。その後に肺炎を起こし生命の危険が生じることになりますので、麻酔前の一定時間は食べたり飲んだりしないことが重要です。厳しいようですが、守れない場合には麻酔が行えず手術が延期になる場合もあるのです。最近では手術当日の朝にも時間限定で一部の水分のみは許可される場合があります。手術内容など一定の条件がありますので、出される指示は必ず守ってください。内服薬の中には
ステロイド剤や一部の高圧剤と手術当日も継続した方が良いお薬もありますので、それぞれの薬剤に合わせた指示があります。また大事なことの一つに禁煙指導があります。タバコを吸っている方では手術中や後に咳や痰が多くなり、そのために肺炎や低酸素症を起こしやすくなることや、傷を刺激し痛みが強くなることがあります。手術が決定したらすぐに禁煙をしてください。喫煙をしていると手術の感染率が高くなるとの報告もあるのです。手術の当日にはどのようなことをするんでしょうか？はい、手術前には点滴や薬剤投与などが行われることも多いです。行動に制限をさせていただくことがあり、移動の際にはお一人で行動することは控え、車椅子やストレッチャーの移動など担当者の指示に従ってください。小児では不安を少なくするためにご家族に一緒に入室してもらうことがあります。手術室では名前を言っていただくことなどにより必ず本人確認を行っております。続いて心電図や血圧計など麻酔に必要なモニター装置を取り付け、状態把握のための各種検査を行います。なお局所麻酔のみの際にもこれらの検査は行っています。そしていよいよ全身麻酔が始まるんですね。はい、まずは鼻と口にマスクを当てて酸素を吸っていただきます。気持ちを楽にしてゆったりと呼吸をしてください。麻酔薬は多くの場合、手術入室前に挿入した点滴に入れていきますが、これにより患者さんはいつの間にか眠ってしまいます。患者さんが眠られた後、気道確保といって酸素の通り道を確保し人工呼吸を開始します。十分に全身麻酔が効いている状態になった後、手術が開始されます。麻酔科医は患者さんの状態と手術の進行具合に合わせ、麻酔の深さや人工呼吸の条件などを適切に調節し、最適な麻酔環境を整えます。手術が終了するのに合わせて、多くの場合では麻酔薬の投与を中止します。目が覚めるまでの時間は手術の種類や患者さんの状態によって異なります。覚める兆候が見られたら声をかけしますので、目を開けたり手を握ったりして起きたことを確認させてください。気になることがあるんですが、麻酔が効かなかったり、また効きすぎて目が覚めなかったりということもあるんでしょうか？そうですね、麻酔は効くように入れていきます。いろんな方がおられます。個人差はありますが、効いていくように調節をします。そして麻酔薬を投与やめることによって分解されていきますので、必ず覚めるようになります。全身麻酔の合併症というのはどういうものがありますか？はい、合併症、偶発症にはこのようなものがあります。歯の損傷は呼吸のためのチューブなどを喉に挿入する操作や、麻酔から覚めるときに歯を食いしばることなどにより、歯周病や虫歯でグラグラした歯や義歯が損傷することがあります。もともとある病気、高血圧症や不整脈、狭心症、心筋梗塞などの心疾患や脳梗塞、脳出血などの脳血管障害になったことのある方や、また高齢の方では心筋梗塞、脳出血、脳梗塞の危険性が高くなります。心筋梗塞を起こして3ヶ月以内で手術を受ける場合は、再び心筋梗塞になる確率が高いとも言われています。では持病がない方は合併症などが起こることはあるんでしょうか？極めて稀です。術前の全身状態の良い予定手術の方に限って言えば、麻酔管理が原因の偶発症による死亡率、これは術後30日のデータですけれども、167万例に1例と本当に稀です。麻酔の安全性は高いと思います。最後に皆さんに一言お願いします。はい、私たち麻酔科医は術前診察の際に十分にお話を伺い、検査や診察結果を踏まえ、内服指示や禁煙指導によって手術前の患者さんのコンディションを整え、当日細心の注意を払って安全な麻酔を行うことで、痛みやストレスから患者さんを守り、合併症、偶発症を予防するように心がけ、常に 100% 安全な麻酔を目指し、日々研鑽し努力しております。麻酔を受けられる前、ご不明な点などありましたら、担当の麻酔科医にお聞きになってください。皆さんが安心して麻酔を受けられますよう、しっかり準備していきたいと思っております。先生、今日はありがとうございました。ありがとうございました。